藤波咲です。お願いします。はい、さて始まりましたよクッス。はい、今日またゲストの方に来ていただきました。はい、ご紹介しましょう。はい、副島美咲ちゃんお願いします。はい、お願いします。はい、さあ、副島さんといえばですね、まさかでした。私が、そうですよね、25周年の5周年の DVD を作った時の3名のうちの1人ということで、はい、前回戸田玲ちゃん来ていただきましたけども、その時にですね、副島さんから番組を見たよっていうコメントをいただいたんですよ。実はあのエリディさんのこのチャンネルがあるのは分かってたんですけれども、うん、私のファンの方からメッセージが来て、エリディさんがそういうのの名前出してるよって言ってくれて、それで行かなきゃと思ってすぐ見て、どこだどこだと思って見たら、あ、出てると思って感動のあまりクスーさんに DM しました。来てくるっていう、クスーとこに DM が来るのって、はい、ほとんどあの詐欺まがいのメールしか来なかったのに、たった一人だけ、あの、まあ、あの副島さんだけが正当なメールはあなた一人だけだった。よかったです、うん、あの、あとこのチャンネル 95% が男性しか見てないから、うん、だからもう女性から一切来なかったから、あら、本当かよって言ったの。そうだから偽物だろうって言って、それ偽アカウントだよって言って、副島美咲ちゃんとね、だってもう何年会ってないの。何年でしたっけ、私が、うん、21?20歳ぐらいですよね。2013年に発売って書いてあるから、多分前の年の夏に撮ってたと思うよ、はい、19とか今27です。でしょ、1993年ぐらいでしょ、はい、ね、2013年って発売の最後テロップ出てたから、はい、多分19から20歳になるぐらいなのよ。7年でしょ。7年久しぶりでございます。おー、わかりました。そんなに経ってなかったですね、ゆりさん。経ってんのよ。びっくりしました。あっという間ですね。副島さん、本当大人になったよね。大人になりました。もう27ですよ。だってアラサーになりましたから。確かに。あ、そう。アラサーですから。27の年に、俺芸能界やって27の時に、ベロを開発したんですよ。そう、私、リップクリームをペロペロしていただいたの、すっごい覚えてて。副島さんの、はい、副島さんも俺知ってた。 DVD だけでしてないよね。あ、 DVD だけじゃなくて、これを決めるやつだったじゃないですか。あの、堀さんもいらっしゃって。あ、番組か。そう、番組の中でなんか楽屋の私のバッグの中をなんか探って、探って、ね、はい、いいじゃないですか、はい、でその時に私のバッグの中に観音小説が入ってて、それの主人公が岡田くんだったんですよ。あ、それは覚えてる。それは覚えてるけど、俺あなたのリップを舐めた。舐めました。俺が、はい、まあ、俺以外舐めた。芸能界がいないんだけど。俺、ごめんね。もう改めて、ね、全然大人になった。俺もあの時のイメージで来てるからさ。ああ、そうですよね。だから私今日どんなキャラでいればいいんだろうって、コミツ、うん、っていうのをやらせていただいてたので、ね、うん、本家の壇蜜さんのような喋り方とか立ち振る舞いをしなさいと言われてたので、うん、あんま喋らなかったんですよね、私。これが普通なの。これ普通なんですよ。だから私さっきあのマネージャーさんに言ったんですけど、うん、私は今日どっちで行けばいいんだろうっていう。どうですか、まあ、イニシャルで言います。N西さん。N西さん。これでいいんですね、キャラは。はい、これで。ね、N西さん許可取りました。大丈夫です。これなんだね、本当。これなんですよ。本当は喋りたくてしょうがなかったんです、当時も。うん、あ、そうか。じゃあよかった、これでもう。私はこうですよ。こうです。ね、こうです。DVD をね、まあ、ホリプロの倉庫にね、はい、いじり岡田の棚のところにあるんですよ。7年前のやつで、俺もう自分の部屋のどこに行ったかっていうのを探すよりも、ちょっと今日早めに来て楽屋で見ようと思って見返しました。副島さん自体は見返してないですね。でも私テレビ台のあの CD ラックのとこにずっと大事に置いてあります、うん、でも出してりゃしない。出してない。1回見たの。あ、1回見ました。当時見ました。でもあんま覚えてないです。だからでしょ、当時できたばっかの時に見たんで。多分俺もね、当時できたばっかの時見て改めて封印を解いてね、はい、今日見た。見たんですか。昼の12時から昼の12時に見るもんじゃないね。こんなにエロいのかと思ったんですよ。こんなひどい。ちょっと、まあ、デビューして、まあ、中学生ぐらいからデビューしてるけど、グラビア自体は高校生の時に始めて、うん、撮影会とかのレベルだったんで、うん、全然 で19歳の時にそのコミツっていうので初めてなんか世に知ってもらったというか、うん、じゃあ DVD もじゃあ俺の出たのもそんなに2本目です。マジで。今日12時見たばっかりやけど、はい、もうベテランだよ。2本目でもうベテランの
なんですか、堂々とした表情と堂々としたポーズと演技と、これ全然覚えてない私。改めてね、これをね見ている方にねぜひ見ていただきたいと思って、そうさっきちょっと走り書きですよ、バーって早送りして、ああもうそれで見たんですもんね。このタイトルが、知ってるタイトルわかる？はい、何？あ、もうそう、そうなんですよこれを区切ることによってちょっと想像力が膨らむ。膨らみますね、びっくりします。あ、もうそうってね。俺見て、これオープニング出てんの、俺出てんのね。あ、すごいじゃん、ほんと。あれ監督なのに出てるんですか。俺何やってるのこれね、全部小芝居が入るの。副島美咲ちゃんの催眠カウンセラーっていうところに来る患者なの、私。あ、イジさん患者なんですね。美咲ちゃんが、じゃあカウンセリングしますねって、俺催眠術かけられるの。イジさんですか。さて、ここで問題です。覚えてるかな、はい、催眠術をかける道具に使ったのは何でしょう。待って、変なのだったはず。そう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 、変なやつ、変なのだったんですけど、ベタで言うと本当の昔の昭和初期の、昭和初期の糸に五円玉つけて、こうやってあなたは眠くなるので、この糸の先に美咲ちゃんは何をつけて私を眠らせたでしょうか。民芸品です。でもなんでこれなのみたいな話は、よくお土産屋さんで売ってるだるま。惜しい、三文字で、こから、こから、こだったらもう簡単だよ。こけし、そう正解。こけし振ってんの、こけし、これこけし、これこれどうしよう、ってことやってますよ。で、私がスッとね眠る、ここからの何パターンもねあるの。副島先生がこけしで眠らせた後の全部俺の中、夢の中の妄想が繰り広げられて、最終的に目が覚めるっていうことだ、俺がね。妄想がすごすぎてさ、この後さ、民家暑かったんだよ、夏で。すごい覚えてます。縁側で何食べたか覚えてる？スイカ。そうなんです、ジュルジュルさせるわけ。ここもベッツベトにさせながら、でも綺麗なんですよ、あれよ、和服よね、着物だよね。そうですね、着物着てね、覚えてるかな。そこでスイカを食べて、縁側でこう物思いふけてる美咲ちゃんのとこにトントンって玄関に誰か来客者が来るんですよ。私なんですけど、私はどんな職業で来たか。宅急便。違う。なんだろう。何？そんな変な職業ですか。訪問販売のものです。あ、訪問販売に来た。何を売りに来たでしょう。全然出てこない。下着の訪問販売に来ます。それで下着の訪問販売に来て、普通断るじゃん。いいですよって言って、いやいや、あげるっていう台本だよ。こんな覚えてないかな。で、DVD いっぱい出してるでしょ。いや、でも3本しか出してないですよ。3本中の…じゃあ覚えてろよ。3本中の2本じゃねえかよ。戸田姉ちゃんみたいにね、そうす、何十本も出してるから分かんないな、分かんない。そう、ちょっと記憶が…3本だよ。下着の訪問販売来て、私がどうでしょうってテーブルの上に過激なランジェリーを置くんです。そしたら、それじゃあ美咲ちゃんが、これはもう私にはダメですみたいな言うわけ。え、じゃあどういうのがいいんですかって私が聞くわけ。そしたら、こういうのよって言って、そこで和服の方で脱いでいくっていう。ひどくないですか、この。その後ね、イジーさん、この和室で何か撮りたいカットありますかって言って、この和室で限られてるって言ったらですよね、もうタンスしかなかった。タンスしかない、そこで。タンスをこう出して、こうやってもらって、後ろからこう攻めるっていう映像をね、それ覚えてますか。覚えてます。次にテルマエロマエという映画で、ロケ地だった天城荘という静岡の温泉に行くんですよ、ロケね。ロケですね。宿から下っていくと、もの滝があるんだね、うん、滝は覚えてますか、はい、その露天風呂に入ってる美咲ちゃん、そうするとまた俺がなんか声だけ出演するんだけど、そしたら、やだ、なんで入ってくるんですかみたいな演技してる。なるほど。俺が声だけで、混浴だからだよみたいな。すごい。その後の展開が意味わかんないよ、美咲ちゃんのセリフだよ、はい、あ、知らなかったです、ごめんなさい、驚かしちゃったんで背中流しますわけわかんない。いいな、いいな、なんかそのシチュエーションもう、いやいいね。なんか私だけ泊まりじゃなかったんですよね。戸田玲ちゃんとかは泊まってたんですよ。あ、日帰り。また日帰りだったんですよ。なんかドッキリしてましたよね、戸田玲ちゃんの、ドッキリ、寝起きドッキリみたいな、やってませんでした。やってたね、やってましたよね。でもほら、人のことばっか覚えてる私。泊まりで俺早朝に起きてドッキリやって、その日撮影する。戸田玲ちゃんもお尻が売りなんだけど、副島美咲ちゃんもやっぱ後ろのショットが多くて、はい、露天風呂でね。伊地さん、この露天風呂で美咲ちゃんの中、取り残したようなショットありますか。そうだなぁと、もう何も残ってないのよ。強いて言うならやつで、美咲ちゃん、じゃあこうやってこうお尽向けたままちょっと温泉の奥行って。覚えてます、それ。覚えてる。
このままカメラに向かってただこうやってなんかそう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 カメラに向かってお尻でゆっくりこう蛇行しながら来てくれる蛇行しながら近づいてきてって言われて、ね、で俺もこの副島美咲ちゃんの DVD で一番撮りたかったカットがその後入ってるんですよ。この壮大な滝をどう料理していいか、これを使わない手はないだろう。この露天風呂に副島美咲ちゃん立ってもらっていいって言って、こう立ったら露天風呂立ったらちょうどここから滝覚えてる、そう覚えてる、壮大な滝がここからザーって流れてる。それを撮りたかった撮りたかったんですか、ゆりさんは。グラビアアイドル史上このカットを撮った人誰もいないと思う。壮大な滝が滝使いたいってこういうことなんですよ。すごいことになってますよ。壮大な滝が女神様ですよ。すごいっすね、これは。今改めてこれ見てどうですか、みさきちゃん。いや、この時もすごい爆笑しながら撮ってたなって。そうだよね、すごい思い出す。すげえな。でも確かにあんまり私いろんな人の見るんですけど DVD、うん、まあ、当時もやっぱ勉強と思ってそういっぱい見てたんですけど、あのショットはないです。ないよ、絶対。私だけあのショットは。ありがとうございます。とんでもございません。滝をああやってつって。滝よく思いつきましたね、あそこで。ズワーッ。すごいっすね。この後ですね、まあ、はしょって言うけど、はい、部長との不倫旅行。なんすか、それも。部長との旅行の温泉の次に、左上に岡田カメラ。っていうテロップが出てくるね、岡田カメラっていうのが。そのショットだけ俺美咲ちゃんを撮ってる。だから素人だから、プロのカメラマンさんとよく仕事した時に、じゃあイジリーさんがこのモデルさんを撮りましょうって言った時によく言われるのが、我々プロが思いつかないすごいエロになりますねって言われるね、うん、俺ね、やっぱり岡田カメラめちゃくちゃエロいのよ。和室で撮っていただいてる時、私なんか真っ赤なの着てませんでした、ランジェリーね。そうですよね。それをまず布団をこうめくって、そこから照明暗くしといて、めくってこうずっと布団からこう取っていって、でもう目隠ししてもらって、そうですか。もう目隠ししてもらって、目隠ししてもらって、それで氷を渡して、美咲ちゃんの自由演技っつって、もうずっと氷を舐めてるんですか。舐めてもらってですね。だからもう見えてないんで、私も今どこ撮られてるか分かんないんですよ。そうね、だって今もうどこ撮ってんだろうなって思いながら素人だからこそ撮れるエロい映像って、最後ひどかった、未亡人になるのよ。俺さっき楽屋で独り言久しぶりに言ったんだけど、はい、ひでえって言っちゃった設定がひどすぎて、設定がひどすぎですよ、ひでえって言ったのそれぐらいひどい。どういうこと。 おしゃれな服着て、服覚えてます、覚えてる、うん、電話がかかってきて、うまくいったわ。あ、覚えてる覚えてる覚えてる。保険金を手に入れたね。それで俺が来るの、俺が来るの。やっと一緒になれればねっていうわけ。ああ、保険金手に入ったからってことですね。でコーヒー入れてもらって、あなたの好きなコーヒーをつって飲むとどうなります。死んじゃう。死んじゃう。ひでえよね。すごい思い出した。そうそうそう、うん、ひどいのよ。あなたのものになるわけないじゃないって言って、この後が、この後すごいよ。あなたの息が止まるまで楽しませてあげるって言って、喪服をエロく脱いでいく。俺はそれを死になんか死ぬっていう、ある意味幸せですよね。幸せ最後の。そういう風に愛する女性の喪服をどんどん脱いでいくのを見ながら死ぬと思ったら、さらにひどい最後。どうって言われるわけ、最後。お前を逮捕する。なんそれ、潜入捜査官。ひどいよね。ひどすぎるよ。誰ですか、考えたの。ひどい。いや、俺じゃない、これ俺じゃない。これはお笑い芸人として俺じゃない。ひどいよ。だって俺の演技もこうやって、潜入捜査官だったのね。それで終わりだもん。盛りだくさんだよ。盛りだくさんですね。結構何分あるんですか、ゆりさん。6時間。そんなにあるんですか、盛りだくさん。この DVD でそんなにない。それは見ないよね。いや、見てる。6時間。壮大な通りで。1時間29分ぐらいだね。ね、これ今日家帰って見てみる。それで最後に言うと思います。ひでえ。だって自分の見たんじゃなくて、あの3人が一緒になったやつあるじゃないですか。あれを見たんです。じゃあこっち見てないんだ。こっち見てないと思います。自分のソロだよ。ゆっくり見てごらん、これを。あの1週間かけて。1週間かけて1設定見てってごらん、ね、懐かしい話しすぎちゃって、はい、今の美咲ちゃんの話をかいつまんで43秒ぐらいでまとめよう。壮大に短くなっちゃうんですよ、もう。今どんなか
どういう風に変わったの？グラビアは辞めたね、一回ね。一回辞めましたね。そのなんかコミツっていうキャラクターでずっといれないし、うん、もう持たないなと思って自分でも、うん、こんな喋るキャラなの。だから一回綺麗にしようと思って一回辞めて離れて、うん、フリーになって、うん、しばらく本当に活動しなかったんですよ。ほうほう。そっから舞台のお話いただいて、うん、そっから徐々に復帰してって、うん、じゃあグラビアももう一度、うん、コミツっていうのが一人歩きしちゃってるから、うん、気づかれないんですよ。副島美咲ですって言っても。ほうほうほう。当時も声かけてもらう時って、うん、壇蜜さんですかって街で言われるのが5割で、小光さんですかが4割、副島さんですかが1割、それがなんか悲しすぎて自分 で、うん、で今副島美咲で活動したいぞおーみたいな副島美咲という名前をね、やっぱり顔と名前が一致するようにということでね、もう一度ね。昨日まで舞台の本番だったんですけど、その時もありがとうございます。稽古場に入った時に小光の方ですよねって言われたんですよ。あ、やっぱそうなっちゃうんだと思って。それもなんか知っててくれて嬉しいんだけど複雑と思って、自分で。でもさ、副島美咲ちゃんっていう名前と小光さんっていう名前ね、どっちも知らなかったら悲しいじゃん。だけど小光の方ですよねって言われるのは、うん、やっぱりそれだけメディアに出てたってことだから、それはまあ嬉しいことだからね。だから俺だって名前出てないってもうベロの方ですよね。そう言われますよね。それでも嬉しいもん。そうそうそう、俺ベロベロの人だよっていう。ベロの人。元小光の副島美咲ですよ。いいと思いますね。でも分かりやすいじゃないですかね。そうですね。一つ名前、一つ出てるからね、ちゃんとね。キャッチフレーズみたいな。グラビア活動再開っていうところで、今事務所的になんていうか、そのグラビアをやってたりするの？オファーがあればやるの？あ、やりますよ。おー、やるんだ。事務所自体もグラビアやる子は私しかいないんで。一人だけ？一人だけです。すごいな。今ね、オファーすればって言ったんだけど、はい、今ちょっともうたっぷりさ、トークしちゃったからさ、はい、もう一回来てもらった時に、はい、なんていうか、グラビアやるんであればちょっと水着っていうのはオッケーなの？全然オッケーです。オッケーなの？よかったじゃないですか。オッケー。あー、オッケーなの？マジかよ。オッケーなの？全然オッケー。じゃあちょっと次回ですね。どうですか、クッスグラビア。俺久しぶりに監督復活して、イジリカメラマンも出番じゃないですか。イジカメ行っちゃいますか。イジカメ見たいですよ。ちょっとじゃあちょっと約束させていただきます。でも事務所オッケーですね。オッケーですよね。いるんで大丈夫です。いるんで大丈夫です。オッケーです、はい、じゃあ皆さん次回水着の写真とかは出たことありますけど、このチャンネルね。そうですね、ありますけど。動くグラビアは初めての感じなんで、副島美咲ちゃんが初めてになりますんで。嬉しいです。次回水着が動きます。動きます。見ていただきたいと思います。次回じゃあまた、はい、次回、はい、来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで本日は副島美咲ちゃん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。